爆笑必死。ナンバーアンダーラインアイの新作アルバム、のー・オー・リングとクスッと笑える動画公開中。ぜひハッシュタグ、アマゾンミュージックで聞いてみてバナナ。音楽業界において、ナンバーアンダーラインアイは常に独自の存在感を放ってきました。彼らの新しいミニアルバム、のー・オー・リングがリリースされたことで、ファンの期待はさらに高まりました。このアルバムは、 各メンバーが楽曲制作に直接関わり、彼らの個性と想像力が存分に発揮されています。ファンたちは Amazon Music でアルバムを聴きながら、その喜びを SNS でシェアしています。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただのエンターテインメントに止まらず、深い感情とメッセージを伝えるものです。彼らの楽曲は、多くの人々の心に響き、その人生に影響を与えてきました。 ノー・オー・リングも例外ではなく、リリース直後から多くのファンがその魅力に魅了されています。ファンの一人は、ノー・オー・リングを聞いて驚いた。期待を軽々と超えてくるなんて、とコメントしています。このような反応は、彼らの音楽がいかに強い影響力を持っているかを物語っています。アルバムには、様々なジャンルの楽曲が収録されており、それぞれが異なる物語を紡いでいます。 例えば、アップテンポの曲はエネルギッシュで前向きなメッセージを伝え、バラードは深い感情と共感を呼び起こします。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、自分たちの経験や感情を音楽に反映させ、それを通じてリスナーと繋がっています。ファンは、その真摯な姿勢と高い音楽性に感動し、繰り返し聴くことで新たな発見を楽しんでいます。SNS での反応も熱狂的です。 動画を見て思わず笑ってしまいました。明日の質問回答編も楽しみにしています。というコメントが飛び交い、ファン同士の交流が活発です。彼らの音楽だけでなく、そのパーソナリティやファンとのコミュニケーションも魅力の一つです。メンバーが自らの言葉でファンにメッセージを伝えることで、その絆はより深まります。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ楽しいだけでなく、社会的なメッセージも含まれています。 彼らは歌詞を通じて、現代社会の問題や個人の葛藤について語りかけます。これにより、リスナーは自分自身の経験と照らし合わせて共感し、慰めや励ましを得ることができます。ノー・オー・リングの中でも、そうしたテーマが巧みに織り混ぜられており、聞くたびに新たな気づきがあります。リリース後、アルバムはすぐにチャート上位にランクインし、多くの音楽評論家からも高評価を受けています。 彼らの楽曲制作のプロセスやメンバーそれぞれの個性がどのように音楽に反映されているのかについても注目が集まっています。特にメンバー間のコラボレーションがもたらすシナジー効果は他のアーティストにはない独特の魅力を生み出しています。ファンとの交流イベントやライブパフォーマンスも計画されており、ますます彼らの人気は高まっています。ライブではアルバムの曲がどのように演奏されるのか、 そのパフォーマンスに期待が寄せられています。ファンは直接彼らのエネルギーを感じることができるこの機会を心待ちにしています。ナンバーアンダーライン愛の成功の背景には彼らの音楽に対する情熱とプロフェッショナリズムがあります。彼らは常に新しいことに挑戦し自分たちの限界を超えようと努力しています。この姿勢がファンの支持を得る大きな要因となっています。また、 彼らの音楽は時代の変化に柔軟に対応しつつも常に自身のスタイルを維持しています。これにより幅広い層のリスナーに愛される存在となっています。ノー・オー・リングの成功はナンバー・アンダーライン・アイの未来に対する期待をさらに高めるものです。彼らが次にどのような作品を届けてくれるのか多くのファンが楽しみにしています。また彼らの音楽がどのように進化し続けるのか。 その過程を見守ることも楽しみの一つです。彼らの旅は音楽だけにとどまりません。ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性と才能は音楽活動以外の分野でも輝きを放っています。例えば、あるメンバーは俳優としてのキャリアも積んでおり、映画やドラマに出演することで新たなファン層を獲得しています。また、 他のメンバーはバラエティ番組やラジオ番組での活躍を通じて、そのユーモアと親しみやすさで多くの視聴者を魅了しています。彼らの多彩な活動は、ナンバーアンダーライン愛のブランドをさらに強固なものにしています。音楽だけでなく、エンターテインメント全般にわたる彼らの影響力は、ファンとの絆を一層深める要因となっています。 さらに、SNS を通じて日常の一コマや舞台裏のエピソードを共有することで、ファンはより身近に感じることができ、親近感が増しています。最近の SNS 投稿で注目を集めたのは、アルバムリリースに関連する動画です。ファンはこの動画を見て、思わず笑ってしまったとコメントし、メンバーの自然体の姿に癒されています。こうした動画は、彼らの人間味あふれる一面を垣間見せるものであり、 ファンとの距離を縮める重要な役割を果たしています。特に、アルバムのプロモーションだけでなく、彼らの素顔や楽しいエピソードを交えた内容は、ファンにとって貴重な情報源となっています。彼らの SNS 活動は、単なる情報発信にとどまらず、ファンとの対話の場でもあります。ファンから寄せられる質問に答えたり、コメントに反応したりすることで、双方向のコミュニケーションが生まれます。これは、 現代のアーティストにとって非常に重要な要素であり、ナンバーアンダーライン愛 I はその点で非常に成功しています。彼らの誠実な対応とファンへの思いやりが、ますます多くの支持を集める理由となっています。また、ファンイベントやライブパフォーマンスも、彼らの魅力を直接感じられる機会として人気です。最近開催されたファンミーティングでは、メンバーが直接ファンと交流し、サインや写真撮影、 ミニライブなどを通じて特別な時間を共有しました。こうしたイベントはファンにとって忘れられない思い出となり、彼らの忠誠心をさらに強固なものにします。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは音楽制作においても非常にプロフェッショナルです。彼らは常に新しいサウンドを追求し、自分たちの音楽が進化し続けることを目指しています。最新のアルバムのオーリングでも、 彼らの創造性と実験精神が遺憾なく発揮されています。彼らは自分たちの経験や感情を楽曲に込めることで、リスナーに深い共感を呼び起こします。その結果、彼らの音楽は多くの人々にとって励ましや癒しの源となっているのです。未来に向けて、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化していくのかは非常に興味深いポイントです。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、 自分たちの音楽を次のレベルへと引き上げようとしています。例えば、国際的なコラボレーションや異なるジャンルへの挑戦など、これまでにない試みが期待されます。ファンは彼らの新たな一歩を見守り、その成功を共に祝うことでしょう。さらに、彼らの社会的な影響力も無視できません。音楽を通じて伝えられるメッセージは、多くのリスナーにとって重要な意味を持ちます。 彼らは環境問題や社会的不平等などのテーマにも積極的に取り組み、音楽を通じて意識を喚起しています。こうした活動は彼らのファン層を超えて広がり、多くの人々にインスピレーションを与えています。このように、ナンバーアンダーライン愛の音楽はただの娯楽を超え、人々の心に深く浸透する力を持っています。彼らの音楽を聴くことで、 リスナーは日常の中に新たな視点や感情を見出すことができるでしょう。の、オーリングはその一例に過ぎず、これからも彼らの旅は続きます。ファンとの絆を大切にしながら、彼らがどのように成長していくのか目が離せません。